球場には大観衆が詰めかけています。読売ジャイアンツ対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まあこの後が大事になってきますね。さあこの場面でバッターボックスには1番の田中が入っています。さてバッターの田中、バッターとしてはどういう特徴がありますか。いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。ああそうですか。しっかり捉えた、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。カープ1点返しました。4対3、ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチ。さあそして打席には菊池が入ります。こういう場面では特に警戒すべきバッターですね。さあなおもピンチが続きます。ちょっといい形を作られましたけど、ここで断ち切っておきたいですね。なるほど、そうですよね。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。逆転のランナーも三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、カープ逆転しました。5対4、ジャイアンツリードを奪われてしまいました。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。ああなるほどね、それは逆に考えるわけですね。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないようもう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。